はい、皆さん、こんにちは。リアルです。今回ですね、アマゾンから届いたものがあるんで開封します。テンションが低いのは寝起きということで、だからです。はい、ということで開封します。今回はちょっと買ったナイフ、いつものがないんで、プラモ用のデザインナイフでいきます。なかなかデザインナイフじゃ開けにくいですね。開きました。ちょっと待ってくださいね。領収書みたいなのがあると思うんで、ちょっと待ってくださいね。なんか変なもん入ってますね。なんかこんなもん入ってます。はい、領収書取りました。と届いたのはですね、プラモ用のやつです。はい、何買ったかというと、これですね。ヘアブラシ。はい、ヘアブラシを買いました。はい、ということで、反射がやばいですね。ということで、開封したいと思います。マシンスプレーワーク HG シングルエアブラシということでね、ノズル口径は 0.3 ミリです。はい、タミヤのやつですね。言わずと知れた世界のタミヤの、エアブラシです。値段はですね、値段は5177円、じゃあ間違えました、5436円ですね、消費税込みで。はい、はい、そしてもう一個がタミヤの、スプレーワークコンパクトエアコンプレッサーというね、コンプレッサーですね、いわゆる、空気を送り出すやつです。こちらもタミヤのやつで、非常に安いモデルになります。はい、これいくらかというと、税込みで6563円と安いですね。はい、タミヤのまたコンパクトエアブラシですね。スペックの方は、連続空気圧力が 0.07 メガパスカルという、なんか案外低いやつですね。はい、コンパクトなやつなんでね。はい、コンプレッサーとホースとアイシャドアダプターの3つついてるやつ、もちろんタミヤのやつですね。はい、こんな感じですね。これとつなげます。はい、なぜこの2つを買ったかというとですね、あれですね、初心者がですね、めちゃくちゃ高いやつ買ってもしょうがないんで、これで買ってちょっと慣れてから高いやつ買おうかなみたいな思いまして、はい、だからこれとこれを買いました。エアブラシ初挑戦なんですけどね。はい、いつもは筆塗りでやってるんです。はい、プラモ。ということで、こっちから開封していきましょうかね。痛い。よいしょ。はい、説明書ですね。ホース、エアホース、これとこれでエアブラシとこいつをつなぎます。 AC アダプターで、スプレーワーク、エアブラシ本体ですね。カチッカチッって言いますね。はい、で、これはなんか、振動吸収のやつです。本体だけ開けてみましょうかね。AC アダプターとかいいでしょう、もう別に。はい、こんな感じです。本体の方はですね、スプレーワーク、コンパクトエア、コンプレッサーって書いてありますね。これが電源オンオフスイッチらしいです。これがエアホースと AC アダプターのやつですね。本当にシンプルなんで、他には何もないですね。はい、こんな感じです。っごいシンプルなコンプレッサーです。はい、まさに初心者向けと言っても過言ではない。過言ではない、わからない、もうなんか寝起きでやばい。はい、説明書は後から読みますわ。はい、じゃあ先にコンプレッサーだったらエアブラシ開けよう。よいしょ。こっちはシングルアクションですね。はい、ダブルアクションとは違います。シングルアクション、初心者向けて言われているシングルアクションの方を買ってみました。よいしょ。いた。こんな感じですね。スポンジが合ってます。これトリセツ、これそれぐらいしか入ってないようですね。何も入ってないし、だからトリセツとエアブラシ本体しか入ってないっていうね、なんかすごい本当シンプルなやつなんですけど、こんな感じです。こんな感じですね。これ押すと、シューって出ます。はい。
シングルアクションなんで押すだけでエアと塗料が出ると、両方出るという、まあ簡単な。ダブルアクションの方は引いて手前にやらないと全部出ないんですけど、まあそれはまたダブルアクション買った時に言おうか。で、ここ塗料カップ案外でかいですね。これパカッと、あれどう開けるんだ。はい、パカッと開きました。パカッと開けるとこんな感じの、まあ、やつが出てきますけど、ここに塗料を入れるんですね。塗料を入れといて、これを、カチッと、硬いな。締めるとですね、まあ、できると。で、0.3ミリ、口径ですね。で、ここさっきのエアホース。これつなげですね。ここでつなぎます。あと、ここ、ニードルの、まあ、あれですね。これの開き具合によって、吹きつける、あれですね。幅だとかを、まあ、細く吹きたいときは、まあ、あんまり開かなくて、吹くと、まあ、大きい面を塗装したいときは、大きく開いて、塗装すれば、まあ、こんな感じになりますね。まあ、ここで調整するんですけどね、空気圧を。じゃ、ニードルの、開く率を調整するのかな、そんな感じなんですけれどもね。はい、まあ、こんな感じで、全然わからないっていうね。まあ、ここもしまっておきましょう。はい、ということで今回はですね、タミヤの、HG シングルエアブラシと、こちら、スプレーワーコンプレッサー、コンパクトを購入しました。はい、それでは皆さん、さようなら。